3月11日で震災から12年になるのを前に、石巻市では震災以降大川小学校で行われる追悼行事の準備が始まっています。震災以降大川小学校では犠牲になった児童の遺族や住民らが中心となって、3月11日の夕方に竹明かりを灯す追悼行事が去年に引き続いて今年も行われる予定です。今日は10人ほどが参加し、大川小学校の近くの林から竹明かりの材料となる大きな竹を60本ほど切り出す作業が行われました。また災害がやってくる、それに備えるためにもこの東日本大震災を風化させてはいけないという思いで、一人でも多くの人に、関わってもらえたらなと思ってます。竹明かり作りは今後毎週日曜日に行われる予定です。